そんなことを隣で君も思ったりするのかな。思いが重なるその前に強く手を握ろう。君を見るたびに連れ出すのは僕の方なのに、時々わからなくなるよ。僕が救われてるんだ。その手のひらは虹もつかめるさ。君だけの歌をララララ、探しに行こう。ねえ、いつか君は僕のことを忘れてしまうのかな。その時ちゃんと笑ってられるかな。ねえ、そんなことを隣で君も思ったりするのかな。思いが重なるその前に強く誰といても一人ぼっち。唇噛みしめる時にはまたここに来て、同じ空を何も言わずに見上げよう。宝物になる君だけに歌をララララ歌ってゆこう。ねえ、いつか君は君の夢を忘れてしまう。言葉にならない思いだけ
本当はずっと前から君を連れてきたかったんだ。キャンドルが優しく揺れるこの店のカウンターで、君は嬉しそうに彼にもらった指輪を眺めてる。君の心に僕の雫は落ちないけど、この場本当カシスソーダがなくなるまでは、君は僕のものだよね。鍵をかけて時間を止めて、君がここから離れないように、少しだけ酔い始めてるのかな。本当の気持ちだけど、君も少し酔った方がいい。そして僕の肩に寄りかかればいい。だけど全ての言葉をまた飲み干して、君から目をそらした。会話が途切れて二人の時間がさまようたび、決まって君は彼の話ばかりを繰り返す。君のことはどんなことでも知りたいはずなのに、言葉を遮るためだけにタバコに火をつけた。君のグラスは他の誰かで満たされてる。この場本当カシスソーダを飲み干したら、彼の胸に戻るの。鍵をかけて終電を越えて、君がこの店から帰れないように、今はただ一人よがりだけど、本当の気持ちなんだ。君もいっそ酔ってしまえばいい。そして彼のことを忘れちゃえばいい。だけど残りのバーボンを今飲み干して、時計の針を気にした。そりゃかなり酔っ払っているけど、その責任は君なんだから。
鍵をかけて終点を越えて時間を止めて
足を壊して汗ばむ寂しさを重ね合わせ眩しくて見えない闇に落ちてくいつか滅びゆくこの体ならば蝕まれたいあなたの愛でこの病に名前があれば楽になれるはみ出すことが怖い花びらが一つゆらゆらさまよいあなたを見つけたこの手でこの手であなたを汚して何度も何度もあなたに溺れて背中合わせの私を突き刺すいつか消えてゆくこの思いならば今引き裂いてあなたの愛でI'm not sure.
優しさもラブラブラブ寂しさも君に出会い始めて分かったよ中のフェイクスターです。Thank you.
愛だってを話す最後の君が霞む滲む消えてゆく、あの日のキスぬくもり抱きしめて、僕は僕を
二人の沈黙に耐えられずに僕はひたすら話を続けた。笑うだけの君をいつからか歯がゆく思えた。わがままを言うのは僕の方で、君は優しく冷静な大人。僕じゃなくてもいい、そうなんだろう、心で叫んでた。週末予定を作り、わざと会えなくしても寂しそうに少し微笑む。ますます自分が嫌になったよ。息が詰まる、そう言って逃げる僕に、あなたが話すこと聞くのが好きだった。君への妬みから解き放たれ、元の自分を取り戻したけど、冷え切った心を温める場所を失ってた。渋滞抜け道さえもわからず、地図にらむ僕にプライドを傷つけぬように教えた。笑顔が大きくなる、最後まで優しい君がいたい。
突き刺さる「そうだね」と答えた僕は
せないまま僕の胸をゴロゴロ転がりくすぐったいんだこのままじゃいられなくてもこれからに流されても決して変わらない君がいない
しいですと言いながらも聞かせていただいたんですけれど、ありがとうございます。ウイスキー3杯飲んだら僕泣いてますよね。もう今は飲んでないから伝えられましたけど、グッときちゃった。しみますね。ありがとうございます。どうも。いやなんか私もいろいろ前半戦でいろいろ言われましたけど、全部流れました。そうなの。本当に浄化されました。憎しみも流そう。はい。流しましたね。なんか、はい、沈殿した汚れをしっかり流そう。はい。で、人と半分っていうのはどんだけ切なくて、でもどんだけ素晴らしいことかっていうのを、それで今こう先行リリースされてるわけですけども、はい、またケンズバーも20周年スペシャルが11月にあるんですよね。はい、年末、そして春と、ツアーがあります。もうちょっとあと1ヶ月ぐらいで始まるんですね。そうです、11月末から、はい、始まります。はい、20周年っていうのでまたちょっと違った感じもあるんですか？特にない。いつものケンズバーを回転させてくれるとい、はい、そうですね。全国もありますか。この平井さんの声をキープするなんかことなしてるんですか。いや、何にも酒飲みまくってるし、ね、まあでもその歌う前日はだけは飲まないようにして。なんか応援がこう狭まってて変わってくるアーティストの方もいるじゃないですか。全然変わらないですよね。でも必死です本当に。怖いです。なんかもういつ出なくなるかっていうのが怖いです。怖いんですね。でもこの声がすごいからね。いつも見た素晴らしかったですよね。最後に『スッキリ』をご覧の皆さんにメッセージお願いいたします。はい、徐々に冬めいてまいりましてね、はい、寒くなってきたので、お体に気をつけて、風邪ひかないように気をつけて、今日も元気に過ごしてください。朝に合わせて、ありがとうございます。ずっと目覚ましてる日本だったんですね。最後の一言。すみません、日テレっぽいのちょっと考えてください。全然いいですよ、全然いいですよ、僕はそう思っただけなんで。またぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。本日のゲストは平井堅さんでした。ありがとうございました。
もらう前に言っておきたいことがある。かなり厳しい話もするが、俺の本音を聞いておけ。俺より先に寝てはいけない、俺より後に起きてもいけない。飯はうまく作れ、いつも綺麗でいろ、できる範囲で構わないから、忘れてくれるな。仕事もできない男に家庭を守れるはずなどないってこと、お前にはお前にしかできないこともあるから、それ以外は口出しせず黙って俺についてこい。お前の親と俺の親とどちらも同じだ、大切にしろ。シュートコジュート賢くこなせ、たやすいはずだ。愛すればいい、人の陰口言うな聞くな、それからつまらぬ嫉妬はするな。俺は浮気はしない、多分しないと思う、しないんじゃないかな。まあ、ちょっと覚悟はしておけ。幸せは二人で育てるもので、どちらかが苦労して作ろうものではないはず。お前は俺のところへ家を捨ててくるのだから、帰る場所はないと思え。これから俺がお前の家、子供が育って年を取ったら俺より先に死んではいけない。例えばわずか一日でもいい、俺より早く行ってはいけない。何もいらない、俺の手を握り、涙の雫二つ以上こぼせ。お前のおかげでいい人生だったと俺が言うから、必ず言うから、忘れてくれるな。俺の愛する女は、愛する女、生涯お前一人、忘れてくれるな。俺の愛する一人。
もありがとう。3曲続けてお届けいたしました。まずは、ちょうど2000年の1月にリリースされて、もうじき10歳を迎える、そうですね、僕にとってもある意味人生の転機となった曲ですけれども、楽園、そして、今年うっかり発売してしまった発売そんなことですね今年、満を持して発表したキャンディーという、曲を痛いポイント大変で、これはもう本当に歌うのが、この曲をまあ発表した時に、まあ、必ずこうシングルを、まあ、アルバムを何か作品を発表する時に親族から連絡が来るんですけれども、誰からも電話もメールも来なかった思い出の楽曲です。その後僕は君に恋するってシングルをリリースしたんですけども、その時に良かったって言われました。母に今回のええやんって言われました。続きましては、これはね、1979年なので僕が7歳の時なんですけども、さだまさしさんの関白宣言という名曲を、お届けしましたけれども、もう結構若い方はね、初めて聴くっていう人も、まあ、僕まさしじゃないんですけどもね、いらっしゃると思うんですけども、当時僕7歳の時すごく明確にこの曲を覚えていて、毎週のように毎週のようにというかヒットしてたので、ベスト10等でさださんが歌ってらっしゃって、うちの母親がすごいこの曲を糾弾しておりまして、なんかこうあるじゃないですかね、一番こうピンと引っかかるところ、俺は浮気はしない、多分しないと思う、しないんじゃないかな、まあ、ちょっと覚悟はしておけっていうところをベスト10で歌うたびに、うちの母親が何様やのこの人、すっごい怒ってたのをめちゃくちゃ覚えてるんですよ。さだまさしって何様やのってすごい怒ってたんですよ、マジで。でもなんかね、なんか本当にこういうことを言っといて最後こうなんかこう泣かせるっていうのは本当に素敵な曲で、多分うちの親父が結構亭主関白っぽかったから、それに対する不満もあったと思うんですけど、彼女なりに関白宣言お届けいたしました。どうもありがとうございました。あの頃の
おじいさんの時計100年いつも動いていた小自慢の時計さ。おじいさんの生まれた朝に買ってきた時計さ。今はもう動かないその時計。100年休まずにチクタクチクタク、おじいさんと一緒にチクタクチクタク、今はもう動かないその時計。何でも知ってる古時計、おじいさんの時計。綺麗な花嫁やってきた、その日も動いてた。嬉しいことも悲しいことも、みんな知ってる時計さ。今はもう動かないその時計。その